m 2リ7 5 m、mm、m 無反動砲、m 2リ7 5 m、mm、m 無反動砲、m 2十7 5 m m 無反動砲はアメリカ合衆国で開発、製造された無反動砲である。アメリカは1906年のデイビス砲で世界に先駆けて無反動砲の開発に成功したものの、その後長く帰り見られることはなかった。一方、 ドイツのクルップ社はその成果に注目して、1930年代より、無反動砲の開発に着手し、を完成させた。これは、クレタ島侵攻作戦より、実戦投入され、高く評価された。一方、第二次世界大戦間の走行技術の著しい、発達の結果、不評部隊及び他の軽武装部隊の隊、 走行攻撃能力は極端に脆弱化しており、このことから中距離において、対装甲攻撃能力が十分に高く、かつ、不評部隊によって、容易に運ぶことが可能な兵器が必要されていた。1943年、第二次世界大戦中の北アフリカ戦線において、アメリカ軍は、ドイツ軍の LGE-40 を露覚し、直ちにこれを参考にした 105mm、 さらに 155mm 口径の無反動砲の開発に着手した。開発は法務局携帯兵器部門によって行われ、比較的短期に完了したが、イギリスが独自に開発したバーニー砲の技術情報が伝えられ、これに基づいてドイツ製とは異なる作動原理の無反動砲開発が行われた。この新たな計画によって開発された3種類のうち、 ミディアムにあたるものが本砲であり、ライトにあたる M1857mm 無反動砲と並び、アメリカ軍が配備した最初の無反動砲である。なお、砲弾のうち弾頭部は既存の M175mm 榴弾砲用のものが流用されている。本砲は M18 と同様、アメリカが独自に開発したクロムスキット式を採用している。無反動砲であることから、 方針は非常に薄く軽量であり、また比較的軽量で反動もほぼないことから、砲画としては、ブローニング M1917 へ、機関銃の三脚化が流用され、また、ジープに搭載しての運用も行われた。既存の機関銃用銃化にそのまま搭載できることから、本砲を供与された国の中には、軽戦車の砲塔上銃化に搭載し、手軽な火力増強策としている例がある。 フランスでは1956年にイタリア製のスクーターベスパに M2075mm 無反動砲を搭載たベスパ 150TAP が空艇部隊用のとして開発され配備されていた1944年には第一試作モデルである T21 のテストが行われ1945年の3月より量産モデルの生産が開始されて ヨーロッパ及び太平洋の戦場に順次配備されたが、欧州戦線では、ほどなく戦争が終結したこともあり、少数が使用されたのみに終わった。太平洋戦線でも、同年6月の沖縄戦より、実戦投入されたが、やはり配備数が揃わないまま終戦を迎えている。対戦後も配備は継続され、不評大隊の無反動砲小隊に4門が配備されたが、 朝鮮戦争では、北朝鮮軍の T-34 戦車に対して、有効な打撃を与えることができなかった。成形作薬弾を使用しても、装甲貫通力は、ロカン散で 100mm に過ぎず、有効な対戦車火力とは言えなくなっていたため、大口径化された M40-106mm 無反動砲、あるいは、対戦車ミサイルによって代替されて退役した。ただし、 ベトナム戦争中においても、アメリカ陸軍特殊部隊軍の指揮下に編成された、民間不正規戦、グループ、シッチや、大王国軍、フィリピン軍など同盟国軍においては、運用が継続されていた。なお、アメリカ軍からすべての方が退役した後も、流れ予防、アバランチコントロールに用いるため、アメリカ合衆国国立公園局においては1990年代に、 弾薬の備蓄が尽きるまでは運用が継続されていた。日本の陸上自衛隊においてもアメリカ軍よりの供与品を7 5ト、mm、ル無反動砲 M20 として普通化部隊が保有していた。供与は警察予備隊時代の1951年より開始され、1970から1980年代には対戦車ミサイルに置き換えられる形で部隊から引き上げられ、 予備装備となった。予備装備としての保管はその後も続けられ、正式に退役とされたのは1994年のことである。中華民国においては、M1857mm 無反動砲と共に1945年にアメリカより援助品として供与され、部隊での運用結果が良好であったことから、設計図を入手して製造設備を揃えて、 自国生産に着手した国境内戦の結果の台湾への撤退により中国大陸では部分的な国産に成功したのみに終わっている。台湾戦と台湾国民政府の発足後に改めて台湾で生産された国産品は43年式75メートル無反動法43年式は中華民国歴民国起源に基づくの正式名称が与えられ、 同じくライセンス生産された M40106mm 無反動砲とともに長らく装備された。中華人民共和国では中華民国から接収した設備と設計図を用いてとしてコピー生産し車輪を装着できるように改良した独自設計の砲画と組み合わせて運用した。さらに細部を中華人民共和国独自の仕様に修正した。 56式の方針と法備を分割して分解して運搬できるように変更した56式 I 型、I 型の細部を回収し、法外より車輪を排して三脚のみとした56式 E 型と発展し、不評代替の支援加工として長らく使用した。52、56式はコピー品でありながら独自に、 開発した安定翼付けヒート弾が使用できる点で、オリジルよりも改良されている。また、改良がなされるごとに軽量化がなされ、56式、E 型では砲全体の重量は 51kg と、個人が、型端して運用できるものにまで軽減されている。52式、および56式の各型は中華人民共和国の他、北ベトナムといった国々にも輸出。 供与されて用いられており、レバノン内戦では中華人民共和国が支援した勢力が使用していることが確認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。